で、いろんなテクニックがあるんですけども、例えばね、例えば私のライブよく見てる人いますか？私のライブよく見てる人。私いつもこうやってやってないですか？スタートするときに。最初。やってますよね。これなんでやってるかっていうと、これ、このスーパーマンポーズはですね、緊張を抑える効果があるんですよ。だからスタートする前に、これちょっとね、この状態で30秒ぐらい、こうやって集中するだけで、ドキドキする緊張が収まってくるんですよ。これ科学的に証明されてるんですよ。このスーパーマンのポーズっていうのは、その緊張を解く効果があるんですね。